まだ曲げが言えないほど短髪の力士が今相撲界でひときわ注目を集めています。その名は落合哲也。鳥取県倉吉市出身の19歳、宮城野部屋に所属している力士です。落合は幼少期から体が大きく、当時から将来大物になるであろう片鱗を覗かせていました。そして小学生時代から相撲の稽古に真摯に打ち込み、周囲の期待通りの実力を持つようになります。中学高校でも圧倒的な強さを見せ、今では相撲界で最も期待される若手力士として相撲ファンの注目を集める存在となりました。身長181cm、体重153kg の体格を生かしたパワーとスピード感のある相撲は観客を大いに沸かせています。そんな相撲界に怪物が現れたと呼び声高い落合は、現在に至るまでどのような相撲人生を歩んできたのでしょうか。相撲との出会い。落合が相撲と出会ったのは幼稚園の相撲大会です。幼少期から他の子供より一回り体が大きかった落合は、当時から相撲が強かったといいます。4歳の時に相手を釣り上げたまま土俵を出てしまい、負けてしまった経験があり、その悔しさから練習に励むようになりました。その結果、年長時の大会では優勝を果たします。その後、第53代横綱琴桜と同じ倉吉市聖徳小学校に入学した落合は、サッカーに打ち込むようになり、フォワードとゴールキーパーを担当していました。そして4年生の時に学校の相撲大会で優勝したことをきっかけに本格的に相撲を始めます。5年生の時にずっと勝てなかった相手に勝ったことがきっかけで、落合は大相撲で横綱になると決意。そして地元倉吉市で開かれた桜杯争奪相撲選手権大会で個人戦3連覇という成績を残します。ちょうどこの頃、後に落合の師匠となる元横綱白鵬との出会いがありました。倉吉市で巡業が行われた際、関係者の計らいで現役横綱だった白鵬と小学6年生の落合が対面したのです。その時落合は、将来横綱になって白鵬関の記録を抜きたいと宣言。その言葉を聞いた白鵬は、ぜひ、簡単に抜かれたら困るから、俺ももう少し頑張らないとね、と笑って答えたといいます。この時は数年後に師匠と弟子の関係になっているとは誰も予想していなかったでしょう。そして中学に進学した落合はさらに相撲に打ち込み、中学3年生の時には横綱白鵬が主催する少年相撲の国際親善大会白鵬杯で見事優勝に輝きます。優勝した当時、落合は喜びとともに、相撲の道はまだまだ厳しいと思うけれど、倉吉市出身の大先輩である琴桜関を目指して、僕はこれから本当の戦いに挑戦しますと力強く語りました。そして相撲の強豪鳥取城北高校に進学した落合はさらに相撲の実力を上げていきます。高校横綱。鳥取城北高校相撲部は横綱照ノ富士の母校でもあり、これまで数々の全国大会で優勝し、多くの関取を輩出した相撲の名門校です。落合は相撲部の主将を務め、超高校級と言われるほどの圧倒的な強さを見せます。全日本相撲選手権大会ではベスト8という結果に終わりましたが、出場者124人中中高生で唯一の出場者が落合でした。そして2年連続で高校横綱に輝くなど、高校3年間でさらに実力を確かなものとしていきます。小学生の頃から真面目に稽古に励み、将来が期待される存在となっていた落合ですが、高校卒業後すぐには大相撲の世界に飛び込みませんでした。落合はもともと肩の脱臼癖があった上、激しい立ち合いを繰り返したことで肩の状態が良くなかったのです。そこで高校卒業後、鳥取市で一人暮らしをしながら連日治療院に通い、リハビリと治療を続けました。
その当時落合は取材で、不安な気持ちがある中で中途半端な気持ちでプロにはいけない、時間をかけてでもしっかりと自分の体を治してさらに強くなってからプロに行こうと思っていると語っています。この期間に落合が力を入れて取り組んだのは筋力強化でした。ジムや母校でトレーニングに励み、合間には後輩を担ぎ上げてウエイトトレーニングもしていたといいます。その結果、落合は体脂肪率を落としながら体重を5キロ増量することに成功しました。これにより落合の瞬発力はさらに磨きがかかります。稽古やトレーニング、リハビリもしんどいことはいっぱいあります。でもやめたいと思ったことは一度もないと当時落合は話しました。好きこそものの上手なれという言葉もあるように、落合は相撲が好きという気持ちに勝るものがないとも話しています。相撲への情熱を絶やさぬまま9ヶ月間黙々と心と体を鍛え抜いた落合、高校相撲の頂点に立ちながらも治療とリハビリに明け暮れる落合を1年間取材した記者は、落合の相撲へのひたむきな姿勢に心を揺さぶられたといいます。そして満を持して2022年9月の全日本実業団相撲大会に臨んだ落合、見事個人優勝を果たし幕下15枚目格付け出しの資格を獲得しました。落合はこの時、以前から誘いがあった宮城野部屋へ入門を決めます。宮城野部屋は史上最多の45回の優勝を誇る元横綱白鵬が師匠です。入門する際、落合は大相撲で横綱になるという夢を宮城野部屋で叶えたい、宮城野親方のように日本の大相撲を盛り上げられる横綱になりたいと述べました。また強さはまだありませんが、スピードには自信があるので、そのスピードを生かしながらパワーをつけて技を磨き心を鍛えて強くなりたいとも力強くコメントしています。鳥取城北高校の恩師で同校の校長と相撲部総監督を務める石浦時雄は、自身の息子である石浦をはじめとして多くの教え子を相撲界に送り込みました。石浦監督によると、落合は素直な性格が高校時代から光っていたそうです。一方で怪我も多く、高校卒業後はプロを諦めてアマチュアで相撲を続けたらどうかと勧めたこともあったといいます。しかし落合自身は将来は横綱になるという夢を決して譲りませんでした。そして大きな期待を背負って相撲界入りした落合は、その期待にたがわぬ活躍ぶりを見せていきます。横綱の夢に向かって、初土俵となる2023年1月場所では2日目に関取経験者の大木が休場し、落合は不戦勝での白星デビューとなりました。そして7日目には大青龍に勝利して4連勝で勝ち越しを決めます。13日目には風拳王に勝利し、幕下15枚目格付け出し力士としては下田以来となる史上2人目の7戦全勝優勝を果たしました。そして同年1月25日に開かれた番付編成会議で落合の新十両昇進が決まります。初土俵から1場所で十両昇進を決めたのは昭和以降では初めてとなる大記録でした。宮城野部屋所属力士が十両となることは13代宮城野親方が部屋を継承してから初めてのことで、部屋としても2021年9月場所の北青鵬以来のことです。落合は新十両会見で将来について、宮城野部屋で強くなって幕内で優勝し師匠を泣かせること、そして相撲を始めた時から夢だった横綱になりたいと力強いコメントを残しています。その後同年3月場所は7日目終了時点で6勝1敗でしたが、7日目の取り組み後に土俵下で左肘を押さえる仕草を見せ異変を感じさせました。しかし落合は、もう一度心と体をしっかりリセットして、ここから初日だと思って土俵に上がっている、それがいい方向に行っていると軌道修正していきます。そして13日目からの連勝で2桁勝ち星に到達するのです。14日目は落合が得意とする左四つに組み止めると、
タイミングのいい出し投げで荒篤山に快勝します。10勝目を挙げた落合は、相手の突っ張りが強くどんどん前に出てくるので、回しを取って動きを止めたのが良かったと納得の表情で振り返りました。そして千秋楽は大関経験者の朝乃山との対戦。惜しくも朝乃山の上手投げに屈し5敗目となってしまいます。しかし落合は大関経験者相手に一歩も引かず、息の詰まるような熱戦を繰り広げました。十両として臨んだ初めての場所で10勝5敗という堂々たる成績を残した落合。師匠の宮城の親方が新十両だった2004年1月場所の9勝6敗という成績を上回る結果でした。場所前には15日間相撲を取れる楽しさを口にしていた落合ですが、場所終了後には、楽しみという言葉がふさわしくなかったと思っています、本当に命がけじゃないと勝てないと痛感しましたと述べています。さらに落合は、勝ちたいという思いが強い、また次の場所に向けて今からが勝負、大勝ちしたいというよりはもっと強くなりたいと来場所への意気込みを語りました。宮城の親方からは、引きに対応できなく負けた相撲が多いとアドバイスを受け、その点を重視して今後稽古に励むと言います。この課題をクリアしていくことで落合は心身ともにさらなる成長を遂げることでしょう。まだ曲げが言えないほど短髪の落合は、小さい頃から力士の着物姿と曲げ姿は憧れ、早く曲げを結いたい気持ちは強いが、髪が短いうちに番付をどんどん上げていきたい気持ちがあると話し、スピード出世の意欲も覗かせています。相撲界に現れた令和の怪物、来場所にはどのような活躍を見せてくれるのでしょうか。横綱になるという目標を果たし、師匠を超えるような歴史に残る力士になってもらいたいものです。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると泣いて喜びます。よろしくお願いいたします。